松木さん、はい、よくお客様から、うん、ハーフラバーをつけるタイミングを、聞かれるんですけど、うんうん、新品状態で貼った方がいいのか、はい、ある程度剥がれてから復曲したソールに貼った方がいいのか、どっちの方がいいんですか？あ、そうですね、まあ、難しいところなんだけど、基本的にはもう最初から新品の状態でつけてもらった方がいいと思います。それはどうしてですか？まあ、結局、まあ、履いてからちょっと履き癖をつけてそれから貼るっていう考え方も全然ありなんだけど、ただそれやると基本的に新品の状態ってつま先減っちゃうので、ある程度履いて持ってきてこられると、つま先を一回補修剤をかましてその後にハーフラバーつけることになるんで、どうしてもここ補修のをしないといけないんで、補修の継ぎ跡が出ちゃったり、あと補修の金額もプラスで上乗せになっちゃうので、であればもう最初から新品の状態でポンとつけてあげれば、まあそれでも履いていけばつま先先に減っちゃうんだけど、まあ、つま先の方だけまた部分的につま先ラバーとかで直してあげたりとかっていう方法の方が、まあ、靴を保護しやすいので、まあ、そっちの方が、いいかなとは思います。なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい。